どうも、ヒゲです。どうぞ。今日はね、ちょっとね、いろいろ詰め込みたいと思うんですけれども、ジムに通って、今日でね、3日目なんですよ。ですね、今日はね、久しぶりにお酒を体にぶち込みてっていうことでね、なかなかね、究極の飲み方をね、開発したので、まあ、とりあえず、今からジム行ってきます。で、あ、そうそう、忘れとったけど、ジム行って、サウナ行って、飲む、みたいな感じで行きますんで、ジム行ってきまーす。いや。ただいまジムが終わったんですけど、やべ、腕パンパン。で、次はサウナに行く。うわ、でなんですけど、今ね、動画が、撮れてなかったんですよ。もうこれ作っちゃったんですけど、アイスボックスとラムでこれ、ね、グラスを満たすっていうね、この飲み方ね。でね、今日、ジムから帰ってきて、速攻ね、爆食いしました。今日はね、ミラクルチートデイと行きましょうか。本日8月6日は、ワイルドスピードの公開日ってことで、まあ、このちょっとオーチャキーの見方でね、まあ、ここでね、この間出てきたコーンを覗いてますので、まあ、こいつで、まあ、乾杯と行きましょうか。で、乾杯して、またね。オッケー？はい、乾杯。またね。で、またねしたんですけど、この飲み方はね、ゴクゴクっと飲んだ後にこうね、氷がね、うまい。だからテキーラでいうところのなんかレモン食うみたいな、ライムとかそういう感じで、今日ね、そうジム終わって爆食い、ゆずなんで爆食いしてったんですけど、爆食いした後、酒屋やってなくて、そう、コンビニにラムしか売ってなかったんで、今日はラムになっちゃいましたよということで、申し訳ない。ってことで、再び、またね。